氷炭氷炭、氷炭、ヒサゴ、ひさご、学名、ラジェニリアシスレリアバル。ゴードは、ウリ科の植物。漢語では、ひさご、ひょう、ひさご、ふくべとも、表記。うき、ひさごひさご、ひょうこ、ころ、ころ、つぼろとも、表記ともいい。和語では、ひさご、ふくべという。この植物の果実を加工して作られる。氷炭は、ひさごの、炭、容器という意味である。 最古の栽培植物の一つで、原産地のアフリカから、食用や加工材料として、全世界に広まったと考えられている。乾燥した種子は、耐久性が強く、海水にさらされた場合なども高い発芽率を示す。競技には、上下が丸く、真ん中がくびれた形の品種を呼ぶが、球場から楕円形、棒状や、 火炭の膨らんだ形など品種によって様々な実の形がある。氷炭は苦味成分であり盲と下痢等の食中毒症状を起こすクルビタシンを含有し、果肉の摂取は食中毒の原因となる。氷炭には大小様々な品種があり、長さが5センチくらいの極小線なりから2メートルを超える王朝、また胴周りが1メートルを超えるジャンボ氷炭などがある。 氷炭と同一種のユガ眼は、ククルビタシンの少ない品種を選別した品種で、食用となり、か瓢の原料として利用される。また、氷炭型をした品種の中にも、ククルビタシンの少ない食用品種が存在する。日本では、縄文時代早々期から前期にかけての遺跡である、鳥浜貝塚から種子が出土している。文献史学上では、日本初期、 720年成立の中で久ごとして、初めて公式文書に登場する。その記述によると、仁徳天皇11年、323年、マムタみを築く際、水人へ人心獄として捧げられそうになった、マムタ連三種という男が、氷炭を使ったトンチで難を逃れたという。主に容器へ加工されて利用されるほか、競争な草勢から、 スイカやカボチャの代器としても利用される。果肉部分を除去し、乾燥させたものが容器として、水筒や酒の貯蔵に利用されていた微細な穴があるために、水蒸気が漏れ出し、気化熱が奪われるため、中身が気温より低く保たれる。軽くて、丈夫な氷炭は、世界各国で様々な用途に用いられてきた。朝鮮半島では氷炭を二つ割りにして作った。 被尺や食器をパガチと呼び、庶民の間で広く用いられてきた。また、アメリカインディアンは、タバコのパイプに、南米のアルゼンチン、ウルグアイ、ブラジルでは、マテ茶の茶器、またインドネシアイリアンジャヤや、パプアユーギニアなどでは、先住民によって、ペニスケースとして使われている。ラテン音楽では、 氷炭の内側をくり抜き外側に刻みを入れて棒でこすったり叩いたりして演奏するギロという打楽器がある。他に多くの弦楽器、コラ、打楽器、管楽器、笛、章などに使われる。最終刀の雨は浮き用に氷炭を抱える漁具としても使われる。出雲大社の爪、白菜では生の氷炭を銅節にし、朝形成の柄をつけたものを飛釈として、 個人随を備えるときに使用する伝統がある。これは氷炭に宿る霊力を用いるという意味を含むという。ポリネシア人が航海をする際に用いたとされ、魔法の氷炭と呼ばれた。ニューギニア島の先住民が、股間に着用するコテカに加工される。氷炭は、水筒、手機、調味料入れなどの容器に加工されることが多い。加工には、まず、 完熟した氷炭の実を収穫し、ヘタの部分に穴を開ける。そこから棒を突き入れ、果肉をある程度突き崩す。その状態で重しを乗せ、水中に漬け込む。一週間から一ヶ月ほど経ってから、表皮を剥がし、腐ってペースト状になった果肉をすべてかき出して、きれいに洗う。その後で水を取り替え、一週間ほど漬けて腐敗臭を抜いてから陰防止する。 乾燥した氷炭は表面に柿渋や紅柄、漆、ニスなどを塗って仕上げる。水筒や食器など飲食関係の容器に用いる場合は酒やワンチを内部に満たして臭みを抜く。なお、果肉の腐敗臭はかなり強烈なので屋内や住宅密集地での作業は控え、手にはゴム手袋をするのが望ましい。手に匂いが映った場合、 石鹸で洗っても匂いは容易に落ちないため手に灯油や有機溶剤を塗ってから石鹸で洗うと臭いがよく落ちる。ただし皮膚に灯油や有機溶剤が付着することは有害なのであくまでも緊急時の対処とするのが望ましい。周期を抜く方法に塩素系、キッチンハイターなどの溶液に漬け込むことも有効である。現在は酵素を利用して 果肉を分解する加工液も市販されており、これを利用すると腐敗による加工よりも、はるかに早く、腐敗臭もなく加工できる。干渉用の氷炭の中には、くくるびたンという組成分のある、植物毒を含有しているものがあり、嘔吐と下痢を伴う重篤内及び、超不全を引き起こし、稀に死亡することもあるため、注意が必要である。氷炭は、三つで三拍。 三氷砂五揃って縁起が良い、六つで無病、六さ砂即歳などと言われ、縁起物として、掛け軸や器、染め物などの衣装にも見られる。そのため、豊臣秀吉の地なり表坦に代表されるように、多くの武将が旗印や馬印などの衣装として用いた。大阪府の府将は、この豊臣氏の千なり表をイメージしたものである。真ん中でくびれている。 氷炭の独特の形、氷炭型から、それにちなんだ名を持つ生物や地形がある。真ん中がくびれた実をつける。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。